よし、撮るぜ。はい、せいちゃんザワールド。実況はアインザムネをお送りします。またかよ。ちょっと、もう一回最初から家を見せたよ。いいものとは何でしょうか。ちょっと、あれで。おっと、ここにはいっぱいいろんなものがありましたよ。こっちの話ですがね。よし。はい。はい、家の外観でございます。外観の特徴はどのような感じですか？下からのね、敵が潜入を阻止するように高い、非常に高い位置に、ね、作っております。食べ物に例えるとどのような感じですか？リサのめっちゃ無理。ここにも家作っちゃおうかな。何個家作るつもりなんですか？15個ぐらい。そのうち別荘は何個ですか？18個。増えてますね。あらわら。どうですか？わらわら。はい、家の外観ですね。それで家のご紹介をしていきたいと思います。さあ1、スプーン、あー、死亡、死にました。落ちましたか？落ちた。ダイブしたらね、死んでしまった。だが、私にそんなもの効かない。そうなんだ、ここから飛び降りる。3、あらう、瀕死です、だいぶ瀕死です、瀕死やばい、相当瀕死し、瀕死し、が回んね。なんかアイテムすごい減ったな。え、謎の経験値。あ、当たった。え、ダイブしたら死ぬというね、まさかの出来事があったんですが、あれ、お、ブロックがいっぱいなくなってる。セイちゃんズハウス、ウェルカム。わかんない。無限水路からのバルコニーからの地下で、お花がちゃんと植えてあるよ。じゃあね、お家に行きましょう。あ、うちにレッツを、うん、よいしょ、ありがとう。はい、お家完成ですね。このね、1階リビングルーム、第2階、戦争部屋、全面ガラス張りとなっております。はい。3階屋上、遊び部屋、ここは監視塔でございます。監視塔ですね。ほら、360度絶景が広がっております。あ、あそこにちょっと村がちらっと見えますね。ほら、あそこに、あそこに、おお、見えた。ほら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 、建物が見えてる。そう、ね、こんなね、こんな感じなわけなんですよ。じゃあ皆さんまた来てくださいね。お疲れ様でした。よし、俺と終わった。あれ削除できねえ。
うーおいおいおい、なんで急に。ふざけんなよ。